まず簡単に自己紹介をお願いします。きっかけは何ですか？私だとあれかもね、ウェブ面接だからもうさらにちょっと難しくなるかも。本当にそうやってて思って、なんかぶっちゃけそのハードスキルの評価ってちょっとした加点要素にしか過ぎないと思った。これは留学経験者は気をつけた方がいい。はい、どうも皆さんこんにちは、特殊のサスケです。今日はですね、なんとあの大人気企画模擬面接シリーズの第2弾を撮っていきたいと思っています。イエイ。ということでね、あの皆さんあの結構要望多かった企画だと思うんですけども、前回は僕が佐野さんに挑む形だったんですけども、今回はオサが佐野さんに挑む形の動画になってますね。で、動画の構成としては前半にオサと佐野さんの動画を流して、後半でまた前回同様オサと僕の解説の動画も入れてます。なんで、結構長い動画になってるんですけども、これ最後まで見ていただくことでオサの回答の裏側にある思いとか考えだったりとか、佐野さんの質問の意図とかですね、そういうの深いインサイドのところまで解説していくんで、必ずセットで見ていただければなというふうに思います。で、あと面接自体もオサは結構僕ともタイプが全然違って、まあ、熱意とか人間性とかですね、そこをすごい見せるのがうまい面接だったんでね、ものすごい勉強になるんじゃないかなと。それではもう早速なんですけども、動画の方に行きたいと思いますね。しっかり皆さん勉強してください。よろしくお願いします。それでは動画の方どうぞ。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。まず簡単に自己紹介をお願いします。はい、神戸大学経営学部から参りました長内康平と申します。大学時代は留学生支援をテーマに活動しておりました。本日はよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。エントリーシートを見る限りでは、はい、2年間休学するようですけれども、その理由を教えてください。はい、2年間の休学ですね。1年間は、はい、アメリカ留学、もう1年間は東北でのボランティア活動をしてたんですけれども、大きな理由としましては、その2年間を使う価値がある、まあ、休学をする価値があるというふうに当時のキャリアの判断として行ったからですね。そうすると、まあ、1年間はアメリカ留学、もう1年は東北のボランティアということだと思いますけれども、はい、2年間って結構長いですよね。そうですね。これって、はい、留学は、ね、まだ分かるんですけれども、はい、そのさらにもう1年ね、ボランティアで休学っていうのは結構大きな判断だったんじゃないかなと思いますけど、うん、この辺当時の心境ってどんな感じでしたか？そうですね、やはり自分自身でも迷ったというのが正直なんですけれども、1年間、まあ、当時ですね、まあ、東北の大震災が起きて、その直後に、まあ、私ももともと生まれ育ちがずっと仙台だったんですね。でやはりこう周りの環境を見たときに、今できることって一体何なんだろうということを考えたときに、やはりそのファーストキャリアとして就職するというオプションよりも、当時はまあボランティア活動というものの方が、価値が大きいんじゃないかというふうに考えたので、そちらを選択しました。まあ、ボランティア活動は大変素晴らしいと思いますけれども、はい、例えば週末を使ったりとか、まあ、長期の夏休みとか、はい、そういった時間を活用してボランティアを行うという、そういう考えはありませんでしたか？そうですね、もちろん、考えました。ただ一方で、やっぱり自分の性格柄といいますか、何か一つに熱中することが好きなタイプですので、やっぱりこう掛け持ちっていうのがなかなか難しいなと、現実的に難しいなっていうふうに考えたんですね。なのでやはりボランティア一本で当時は勝負しましたね。具体的にはどんな活動をされたんですか？そうですね、まあ、具体的には沿岸地域といいますか、そこら辺のゴミの処理だったり、土砂の処理、要は津波で運ばれてきたいろんな瓦礫とかですかね、そういったものを取り除くような作業を行っておりました。これ1年間って結構長いと思いますけど、例えばそのモチベーション維持であったりとか、はい、あとはまあやってる途中でいろんな課題が出てくると思いますけれども、はい、結構大変だったんですか、1年間続けるのは。そうですね、どちらかというとやはりこう辛い思いの方が多くてですね、実際の被災者の方が目の前にいらっしゃる中で、自分自身もですね、こう何でしょう、引っ張られる時が結構あるんですよね、心が。でその時に、まあ、支えになったのが一番何かっていうと、やはりこう周りにいる、まあ、チームメンバーですよね。まあ、当時私神戸大学に所属してたんですけども、神戸大学のメンバーがですね、神戸から仙台の方に駆けつけて、一緒に作業をするっていうのが定期的に行われていて、でそこのこう陣頭指揮みたいなものを私がさせていただいた時に、なんていうか、すごくこうやりがいを感じて、かつこう、うん、一緒にワークすることの楽しみみたいなものを感じながら1年間過ごした、そ
そういった経験をしてきました。この1年間こう やり遂げた時の気持ちってどんな気持ちですか？そうですね、後悔は一切なかった。そして今しか味わえないことを経験した1年だったんだろうなっていうことを深く実感した、そのような時間の使い方だったなっていうことを考えましたね。このボランティア活動が長内さんの今後のこのキャリアというかですね、人生にどういった影響を与えると思いますか？はい、そうですね、私は今伊藤忠商事さんに、志望させていただいてますけれども、何よりもこう当時のボランティアをやっていた際にですね、社員の方々が実際に現地に訪れて、私たちと一緒に作業をしてくださったという経験を持っています。ですので、この伊藤忠という会社で働かれてらっしゃる方々とまた何かこう社会の役に立つことだったり、人の役に立つことというものを一緒にやっていくことにすごく誇りを持って働けていけるんじゃないかなというふうに個人的には考えているので、そういった意味ではこのボランティア活動が非常に大きなキャリアの布石になったのかなというふうに考えています。一方で、アメリカ留学も1年間されてましたけども、これどっちが先ですか？はい、前者、アメリカ留学が先ですね。はい、これはきっかけは何ですか？そうですね、きっかけは大学時代を通じて留学生支援をしていたことがきっかけになっています。具体的にはそうですねごめんなさい、ちょっと待ってください留学ですよね。はい、具体的にはですね、留学生当時周りにいた人間からですね、いやオサ、お前はすごい英語を磨こうとしているし、かつ国際感覚を身につけようとしているけれども、実際に外に出たことはあるのかというような問いを投げかけられたんですね。でその際にやはりこう自分が国内で頑張ろうとしていたことはもちろん誇りを持ってやっていましたが、これから社会に出てグローバルで活躍するっていう時に何よりもこう語学力と国際感覚ってものが、もっともっと現場感覚で身につけておくべきなんじゃないかというふうに考えて、アメリカ留学というものを選択しました。具体的にインターンというのはどこで何をしてたんですか？はい、そうですね、海外でのインターンという文脈では物流企業においてファイナンスの部署で、もろもろ作業をしておりました。これはどうやって見つけたんですか、その会社は？はい、自分自身でですね、興味のある会社をリストアップして、そこにテレアポをして、最終的には面接を通過した会社がそこだったという感じですね。具体的にどんな仕事が任されたんですか？はい、具体的には、買収をしていた会社の新しく買収をした会社の、ポストマージャーインテグレーション PMI と呼ばれる作業を、アカウンティングの勘定科目を合わせるような作業ですね。そういったものを Excel を使って行っておりました。やはりその異文化で、多様な人材と働く苦労だったと思いますけれども、はい、何かそういう苦労って話ってありますか？そうですね、苦労だらけだったなっていうのが正直なところで、やはり一番最初に戸惑ったのは英語ネイティブの方だらけの環境の中で自分自身の価値が発揮できないっていうところが、非常に自分の中では課題として感じておりましたね。でその課題を解決するためには、はい、はい、どうぞ。あ、ごめんなさい、課題を解決するために、自分自身で、その、チームメンバーが5人いたんですけれども、その5人のメンバーの中で足りてない要素を埋めに行こうという努力をしたことが、そのインターンの価値だったかなというふうに感じています。それは足りなかった部分というのは何だったんですか？そうですね、当時、具体的なところでいくと、やはりこうチームメンバーの IT リテラシーが、低かったというところが、組織の課題としてあったので、そこで、自分自身がパフォーマンスを発揮する、そういうふうに努力をしてまいりました。具体的にどういう努力をされたんですか？そうですね、私は今 Excel、 私はですね、当時 Excel というソフトウェアを多く触っていたので、
その際に、周りのチームメンバーを見渡すと、まあ、それこそ簡単な関数だったり、簡単な機能しか使えておらず、プログラミングというものには一切触れられてなかったんですね、現場として。でそこで私は、まあ、プログラミング言語ですねを、まあ、しっかり勉強しまして、チームに、レッスンをするじゃないですけども、実際にプログラムを書いたり、コードを開発して業務改善をしたり、あるいはチームを巻き込んでトレーニングをするというようなことを、組織としてやってまいりました。その結果、おそらく業務効率がかなり改善されたんですけども、はい、実際どうでしたか？そうですね、実際かなり改善されたかなと思ってます。それはやはりこう評価にも大きな、変化があったかなというふうに考えていて、まあ、当時インターンとして、まあ、3ヶ月後にはお前日本に帰るんだろうというようなスタンスで、チームにもあしらわれてたんですけれども、その3ヶ月間のインターンが終わった時にもう少しいてくれないかというような言葉を上司から投げかけられたのが、非常に大きな、何でしょうかな、自分なりに感じた、素晴らしい評価だったかなというふうに感じてました。Excel を、ね、極めたということですけれども、具体的にどういうふうにして Excel を、はい、どれぐらいの時間をかけたんですか？そうですね、インターン期間が始まった時から、本格的に夜通し勉強したっていうところなので、期間としては、およそ2ヶ月で、勉強の方法としては、動画を使ってですね学習をしました。これまあ Excel に限らず何かね、はい、一つの分野に極めてプロになっていくということって非常に大事だと思いますけれども、はい、実際まあそういうことですよね。 Excel で、自分なりの価値を発揮して、そういうことですよね。そうですね、はい。英語の面はどうでした？そうですね、英語の面に関しても非常に飛躍的に伸びたなっていうのが正直なところで、でそれはやはりこう組織の中でパフォーマンスを発揮しようと積極的にコミュニケーションを取ったことが一つの要因で、うん、もう一つが先ほど申し上げたその Excel の学習をする際に英語のリスニング力も同時に伸ばそうと思って、うん、英語の動画を見てたんですよね。でその2つが相まって、非常にこうオーラルスキルが伸びた、結果的に、インターンの場所、実際の現場でも、非常に役に立つようなビジネス英語が身についたのかなというふうに考えてます。はい、そうすると留学をする前と1年後の留学した後って、はい、かなり、まあ、スキル的にも精神的にも人間的にも、まあ、成長できたんじゃないかなと思いますけど、実際どうですか？はい、1年経ってから経ったと自分自身どう思います？まあ、まだまだ未熟なところだらけですけれども、やはりこうハードスキル、そしてソフトスキル、まあ、どちらかというと、まあ、英語力は上がって当然なんですけれども、後者のこう人間的なスキルですね、それこそこう日本人だけとしか関わってこなかった20年間から一気にですね、うん、こう世界中に視野が広がった1年間でしたので、その中でこう、うん、異文化じゃないですけど、文化の違いを飛び越えて、垣根を越えて仲良くなるというところは、うん、今まで持ってなかったスキルだったんじゃないかなというふうに感じてましたね。なるほどね。はい、同級生、大学の同級生は、おそらくまあ留学もボランティアもしなければ、2年先、社会に出て働き始めると、で一方は、佐々木さんはトータルで、ね、2年休学したということですけど、はい、今振り返ってみると、はい、どっちがね、やっぱり自分の将来のキャリアとか成長にとって、どっちの選択がね、良かったと思いますか？そうですね、これは迷うことなく、当時の自分の決断を尊重したいと思ってます。まあ、つまり休学2年間の方が価値があったというふうに考えてます。うん、まあ、これはどうしても未来は変えられないと言いますか、社会人になってみないとわからないことだったり、休学してみないとわからないこと、まあ、両方ともあるかなと思うんですけれども、まあ、私のモットーとして、自分の決断は信じ抜くというところがありますので、うん、そこは、はい、迷うことなく休学の価値があったと言い切れます。はい、わかりました。はい、それでは、一旦これで面接を終わりにしたいと思います。今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。
まず簡単に自己紹介をお願いします。はい、神戸大学経営学部から参りました長内康平と申します。大学時代は留学生支援をテーマに活動しておりました。本日はよろしくお願いいたします。自己紹介なんだけど、これなんか尺とかで結構悩む学生多いと思うんだけど、長内これどういうこと考えてこういう自己紹介にした感じですか？そうですね、まあ、序盤なんで自己紹介は軽く、まあ、10秒以内に済ませましょうというのが一つ考えてました。でその上で留学生支援をしていましたっていう、まあ、大学時代に頑張ったことを、まあ、端的に示すためにそのキーワードを落とし穴的に設定した、そんな感じですね。いわゆるあれだよね、その誘導って意味での落とし穴ってことだよね。うん、そう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 、ここを突っ込んでくださいっていう、うん、なるほど、そういうことです。エントリーシートを見る限りは、はい、2年間休学しているようですけれども、その理由を教えてください。2年間の休学ですね。1年間は、はい、アメリカ留学、もう1年間は東北でのボランティア活動をしてたんですけれども、大きな理由としましては、その2年間を使う価値がある、まあ、休学をする価値があるというふうに当時のキャリアの判断として行ったからですね。そうすると、まあ、1年間はアメリカ留学、もう1年は東北のボランティアということだと思いますけれども、はい、2年間って結構長いですよね。そうですね。これって、はい、留学は、ね、まだ分かるんですけれども、はい、そのさらにもう1年ね、はい、ボランティアで休学っていうのは結構大きな判断だったんじゃないかなと思いますけど、うん、その辺当時の心境ってどんな感じでした？そうですね、やはり自分自身でも迷ったというのが正直なんですけれども、1年間、まあ、当時ですね、まあ、東北の大震災が起きて、その直後に、まあ、私ももともと生まれ育ちがずっと仙台だったんですね。でやはりこう周りの環境を見たときに今できることって一体何なんだろうということを考えたときに、やはりそのファーストキャリアとして就職するというオプションよりも、当時はまあボランティア活動というものの方が、価値が大きいんじゃないかというふうに考えたので、そちらを選択しました。まあ、ボランティア活動は大変素晴らしいと思いますけれども、はい、例えば週末を使ったりとか、まあ、長期の夏休みとか、はい、そういった時間を活用してボランティアを行うという、そういう考えはありませんでしたか？そうですね、もちろん、考えました。ただ一方で、やっぱり自分の性格柄といいますか、何か一つに熱中することが好きなタイプですので、やっぱりこう掛け持ちっていうのがなかなか難しいなと、現実的に難しいなっていうふうに考えたんですね。なのでやはりボランティア一本で当時は勝負しましたね。これさ、おさん突っ込んでる通り、多分確かにボランティア1年って長いなって思う人多いと思うんですね。おさんの回答はやっぱ掛け持ちがこう得意じゃないっていう、ある意味この弱点をそっとさらけ出してるような回答じゃん。狙いというか当時の心境ってどんな感じだったの、こう回答してる時の。そうだね、その弱点をさらけ出さない方がいいと個人的には思っていて、そういった意味では満点の回答ではなかったなと思ってますと。ただ一方で、うん、実はその1年間ってボランティアだけじゃなくていろんなことやってたんですよっていう話も現実の問題としてあるわけだよね。でもそうやって話を膨らませちゃうと、こいつ一体何やってたんだっけっていう印象が逆に弱くなると思って、あえて絞り込んだ話をするためにさっきの前段を置いたっていう感じかな。その2択を頭の中で取っていて、うん、構成の中での文脈の方を優先したっていう。そう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 、なんか今思うとパーフェクトじゃないなとは思うよね、やっぱり、うん、よくこの聞かれ方ってすられると思ってて、それって他の道あったんじゃないのって視点の質問って面接めちゃめちゃ多いじゃん。あるね、うん、なんかその筋の質問だったなと思って、これって結構多分就活生も迷うケースが多い気がするので、ちょっといい例だったかなと。ちょっとこういった自分の過去の行動ってどういう意思決定のプロセスを経たのかって多分面接官めっちゃ気になると思っていて、うん、でそういった時にそのコンサル的な答えで、いやぶっちゃけ仙台までその東京で働いてる中で通うのは自己可能性的に難しいですとか、なんかこう判断軸を持っていくことももちろんできたんだけど、なんかちょっと無機質に回答を聞こえちゃうから、もうやっぱなんかそこはどっちかっていうとパッション寄りというか感情的な返答の方が刺さるかなと思ったよね。確かに今言われて思ったけど、王さんの実際の回答の方が学生らしさもあるし、なんか素直な回答だなっていう印象を受ける、ね、なんか伝え方間違えるとこいつなんかあからさまにこいつ用意してきやがったと思われてそれを避けたかった感じでした。人間目優先したと。はい、そうです。じゃあ続けましょう。具体的にはどんな活動されたんですか？そうですね、まあ、具体的には沿岸地域といいますか、そこら辺のゴミの処理だったり、土砂の処理、まあ、要は津波で運ばれてきたいろんな瓦礫とかですかね、そういったものを取り除くような作業を行っておりました。
これ1年間って結構長いと思いますけど、例えばそのモチベーション維持であったりとか、あとはまあやってる途中でいろんな課題が出てくると思いますけれども、結構大変だったんじゃないですか、1年間続けるのは。そうですね、どちらかというとやはりこう辛い思いの方が多くてですね、実際の被災者の方が目の前にいらっしゃる中で、自分自身もですね、こう何でしょう、引っ張られる時が結構あるんですよね、心が。でその時に、まあ、支えになったのが一番何かっていうと、やはりこう周りにいる、まあ、チームメンバーですよね。まあ、当時私神戸大学に所属してたんですけども、神戸大学のメンバーがですね、神戸から仙台の方に駆けつけて、一緒に作業をするっていうのが定期的に行われていて、でそこのこう陣頭指揮みたいなものを私がさせていただいた時に、なんていうか、すごくこうやりがいを感じて、かつこう、一緒にワークすることの楽しみみたいなものを感じながら1年間過ごした、そういった経験をしてきましたね。佐野さんの質問は大変だったんじゃないですかっていう、まあ、課題の確認で、多分そもそもの回答はその課題の提示加えて、こういうことありましたっていうファクトのとこも結構述べてたかなと思って。そうだね、逆に言うとファクト長えなと思ったね。少しコンパクトできたかもしれないね。やはりとかなんか余計な言葉が結構多かったなっていう印象で、そこはちょっと改善点としてあるかなと思います。変えるとしたら、こういうのは大変でした、止めてよかったかもしれない、もしかしたら。今こうやって思うと面接って難しいねなんか一生懸命フレームに落とし込んだりしようとしてるけどさ、何が正解かってぶっちゃけ分かんなくなってて、今のって課題が聞かれてたのかも、ちょっと正直今僕は曖昧だったりする。純粋に大変な思いをしたんじゃないですかっていう、なんか寄り添った質問なのかなっていう風に当時感じたんだよね。どっちかっていうと課題が何だったのかっていうような提示を求められたよりかは、どういうような人間性を持ってらっしゃる方なんですかっていう風な質問として捉えた感があって、それに対する答えを言ったイメージかな。その捉え方すると、課題はこうですって答えるだけでは不十分で、人間性の部分が分かるような話を少し盛り込んだ方が。サスケはさ、ガクチカのフレームワークにのっとって何が課題で、その課題に対してどういうふうな施策を打ったかみたいな話に持ってってんのかなっていう印象なんだけど、これまだなんか序盤で俺ぶっちゃけガクチカ聞かれてるとは思わなかったんだよね。あ、なるほどね、うん、そうそうそう、だからなんかああいうような回答がずっと続いてるような感じ。これは結構捉え方によってだいぶ回答が変わってくる、ちょっと難しいです。そうそうそう、じゃ次ちょっといきます。 OK、はい、もう1年間こう やり遂げた時の気持ちってどんな気持ちですか？そうですね、まあ、後悔は一切なかった。そして今しか味わえないことを経験した1年だったんだろうなっていうことを深く実感した、そのような時間の使い方だったなっていうことを考えましたね。このボランティア活動が幼いさんの今後のこのキャリアというかですね、人生にどういった影響を与えると思いますか？はい、そうですね、私は今伊藤忠商事さんに、まあ、志望させていただいてますけれども、何よりもこう当時のボランティアをやっていた際にですね、その社員の方々が実際に現地に訪れて、私たちと一緒に作業をしてくださったという経験を持っています。ですので、この伊藤忠という会社で働かれてらっしゃる方々と、また何かこう社会の役に立つことだったり、まあ、人の役に立つことっていうものを一緒にやっていくことにすごく誇りを持って働けていけるんじゃないかなというふうに個人的には考えているので、そういった意味ではこのボランティア活動が非常に大きなキャリアの布石になったのかなというふうに考えています。多分これもね、さっきの質問と近くて展開割れる可能性あるなと思ってるんですけど、僕はすごいまたフレームワーク人間なんで、ボランティアがキャリアに与える影響はっていう質問だったなと思ってて、ボランティアの経験を通じてどういう価値観形成されて、それがキャリア全体に与える影響はどうですかっていう、結構その抽象度の高いところを聞きたかったのかなって気がしたのね。で、おさは結構そのまあ伊藤忠の社員さんとボランティアでの取り組みを通じて志望してる会社に復興をかけるようなとこまで、当時のこの心境とか考え的にはこれどういう、そもそもこの質問の意図は、いや君はこのボランティアを通じて本当に成長できたのかというところが聞かれてるというふうに思ってました。で、要はその成長のプロセスを表現したかったんですけど、その中にここで働きたい意思みたいなものを付け加えるがためにさっきのエピソードを盛り込んだ。なるほどね、うん、でこのエピソードって多分後々面接で聞かれない可能性が非常に高いから、もうここで言っちゃおうって思ったって感じかな。ちょっとじゃあ戦略的な意図もあったんですね。そうね、うんうんうん、自分の持ち玉としてすごく強烈なエピソードになり得るものだから、早めに出せるときに出しちゃった方がいいかなと思ったね。
確かにいつもその例えば業界の中でなぜ伊藤忠なんですかって差別化の時にボランティアっていうエピソードは強烈だよね。なんかその OB 訪問であった社員っていうのが一般的にみんな持ってるエピソードだけども、よりもこの強いエピソードをさ持ってるんで、まあ出せるだったんでそれを絡み出したっていうことですね、うん。就活って相対評価っていう話があると思うんだけど、神戸大学の経営学部で、まあ、総合商社に志望するって別にこう優位性を持った就活じゃないと思っていて、その中でこうフレームにのっとった面接の返し方だけをしちゃうとなんかこう印象に残らないというか、どうしてもこう別の球を持っていかないと苦しい就活になるなっていう印象なんだよね。なるほどね。だからこそああいうなんかトリッキーな踏み込み方も一つありなんじゃないかなと思う。確かにこの流れで、自然に出てきているし印象にはすげえ残るんじゃないかなと思う。うん、OK です。一方で、アメリカ留学も1年間されてましたけども、これどっちが先ですか？はい、前者、アメリカ留学が先ですね。はい、これはきっかけは何ですか？そうですね、きっかけは、大学時代を通じて、留学生支援をしていたことがきっかけになっています。具体的には、そうですねごめんなさい、ちょっと待ってくださいね留学ですよね、うんうんうん、はい、具体的にはですね、まあ、留学生当時周りにいた人間からですね、いやオサお前はすごい英語を磨こうとしているし、かつ国際感覚を身につけようとしているけれども、実際に外に出たことはあるのかというような問いを投げかけられたんですね。でその際にやはりこう自分が国内で頑張ろうとしていたことはもちろん、誇りを持ってやっていましたが、これから社会に出てグローバルで活躍するっていう時に何よりもこう語学力と国際感覚というものが、まあ、もっともっと現場感覚で身につけておくべきなんじゃないかというふうに考えて、アメリカ留学というものを選択しました。ここすげえ、おっさんの回答良かったなと思って、まあ、絶対このきっかけって聞かれる結構就活生軽視しがちなポイントだと思ってるんですけど、行動の源泉の部分というか、まあ、留学自体がこうなんていうかな、結構価値のあるものだからとりあえず留学行っとけみたいな中が多い中で、はいはいはい、やっぱりちゃんとリターンを得るために行かなきゃいけないって、うん、それに対してオサは結構具体的なエピソードを盛り込んでるじゃん。すごいこの印象にも残りやすいし人間味もあって、具体的なエピソードをうまく絡めたのって、これは結構当時もそういう話し方してたのか。してましたね。やっぱりこう僕はサスケさんと違ってですねどちらかというとロジカルに答えるということよりもその右脳に働きかけるようなトークを繰り広げる方が得意だったんで、当時のセリフをそのまま引用するじゃないけど、留学生に言われたセリフを日本語訳して、よく人間味熱意のアピールが仕方わかんないですっていう学生とかいたりするんですけど、うんうんうん、そこの一つの見せ方のコツというか、なんかここまで思ったんだけどさ、自分で見てて俺全然ロジカルに答えてないんだけど、なんかいい人感すげえなと思ったよそこなんだろうなとか言って、でもなんか違いが出てて面白い。じゃあ続きいきましょうか。はい、具体的にインターンというのはどこで何をしてたんですか？はい、そうですね、海外でのインターンという文脈では、物流企業において、ファイナンスの部署で、もろもろ作業をしておりました。うん、これはどうやって見つけたんですか、その会社は？はい、自分自身でですね、興味のある会社をリストアップして、そこにテレアポをして、最終的には面接を通過した会社がそこだったという感じですね。具体的にどんな仕事が任されたんですか？はい、具体的には、買収をしていた会社の、新しく買収をした会社の、ポストマージャーインテグレーション BMI と呼ばれる作業を、まあ、アカウンティングの勘定科目を合わせるような作業ですね。そういったものを Excel を使って行っておりました。ここはあれかな、この一連のインターンの話に入ってから、まずはこの状況把握とか前提把握みたいなところの質問が続いてた感じで、ね、多分。うん、長いこと続いてたね、状況把握ね。ここはじゃあ素直に聞かれたことに答えてるっていう感じなのかな。そうそうそう、まあ多分事実の確認だけだから別にそんなね長いこと話す必要もないかなと思って。じゃあまた早速しましょうか、行きましょう。はい、やはりその異文化で、ね、多様な人材と働く苦労ってあったと思いますけれども、はい、何かそういう苦労って話ってありますか？そうですね、苦労だらけだったなっていうのが正直なところで、やはり一番最初に戸惑ったのは、まあ、英語ネイティブの方だらけの環境の中で自分自身の価値が発揮できないっていうところが、非常に自分の中では課題として感じておりましたね。
ね、その課題を解決するために、どうぞ。あ、ごめんなさい、課題を解決するために、自分自身で、そのチームメンバーが5人いたんですけれども、その5人のメンバーの中で足りてない要素を埋めに行こうという努力をしたことが、そのインターンの価値だったかなというふうに感じています。それは足りなかった部分というのは何だったんですか？そうですね、当時、まあ、具体的なところでいくと、やはりこうチームメンバーの IT リテラシーが、低かったというところが、組織の課題としてあったので、そこで、自分自身がパフォーマンスを発揮する、そういうふうに努力をしてまいりました。今のところなんだけど、プロ課題、ここ聞いてるとき、課題と、そこのへのアプローチみたいなことに回答してるかなと思って、どういう、 こう考えというか、で、こう回答になってるっていう。ウェブ面接上のコミュニケーションミスだと思っていて、課題を聞かれたときに課題を返したつもりが、予想外にあのリアクションが3、4秒空いたから、プラスアルファで求められてるのかなと思って、そこで解決策を話したっていう感じかな。確かにそれ大事だよね。その例えばその前回の僕の模擬面接流した時に、視聴者の反応で、こんなに短いんですかみたいな心配になるぐらい短いんですけどっていう。実際に、面接受けたら、それでうまくいった学生もいれば、全然深掘りされずにこのまま面接終わっちゃって、持ちだったというだし、そこってこううまくやらなきゃいけないなと思って、よく僕が回答したのは、面接官前半でその反応を見て、こう深掘りが足りないとか少ない面接官特徴としてやってるんで、回答の長さを調節するとか、面接官の反応を見ながらその面接の中で、適宜チューニングしていくしかないなと思ってて。そうだね、そうだね。動作も、もうこの質問の時に場を察して、いや本当にそう、本当にそう、あえて付け加えたって感じかな。私だとあれかもね、ウェブ面接だからもうさらにちょっと難しくなるかもね、判断が。いや本当にそう、本当にそう、やってて思ったよ。そうだね、確かになんかやっと就活生の気持ちが最近分かった気がするけど、難しいねこれウェブでやると。リアルよりも全然難しい。当時やってた自分の面接振り返ったらもっと上手いこと喋ってたと思うし、ウェブ面接ならではの難しさはあるね。いやこれは結構難易度の高い意思決定だったんじゃないかなと思って、逆に言うとその被ったんだよね、言葉が被った時に、あ、すいませんどうぞって言ったんだけど、あの渡されたからプラスアルファで喋ってるっていうところがあって、でもその時にやっぱり焦った自分もいたんだよ。やっぱりそこはすごく場数を踏んどいた方がいいなっていう印象はあるよね。 OK です。はい、具体的にあのどういう努力をされたんですか？そうですね、私は今 Excel、 私はですね、あの当時あの Excel というソフトウェアを、多く触っていたので、その際に、周りのチームメンバーを見渡すと、まあ、それこそ簡単な関数だったり、簡単な機能しか使えておらず、プログラミングというものには一切触れられてなかったんですね、現場として。でそこで私は、プログラミング言語ですねを、まあ、しっかり勉強しまして、チームに、レッスンをするじゃないですけども、実際にプログラムを書いたり、コードを開発して業務改善をしたり、あるいはチームを巻き込んで、トレーニングをするというようなことを、組織としてやってまいりました。各地下の深掘りに当たると思うんですけど、テンポよくコミュニケーションが取ってるなと思いつつ、状況描写みたいなところを結構気にして喋ってるのかなと思って、話聞いてて状況がこう浮かぶ話し方をしてるなと思って。やっぱりこう相手に伝わるものをきちんと届けないといけないっていうところで、さっきみたいな話し方がスムーズに伝わるかなと思って、 Where, What, How とかを意識して相手に状況が伝わるように、でかつこうコンパクトにっていうのを意識した。うん、そうだね。 OK です。この結果おそらく業務効率がかなり改善されたんですけれども、はい、実際どうでしたか？そうですね、実際かなり改善されたかなと思ってます。それはやはりこう評価にも大きな、変化があったかなというふうに考えていて、まあ、当時インターンとして、まあ3ヶ月後にはお前日本に帰るんだろうというようなスタンスで、チームにもあしらわれてたんですけれども、その3ヶ月間のインターンが終わった時にもう少しいてくれないかというような言葉を上司から投げかけられたのが非常に大きな、何でしょうかな、自分なりに感じた、素晴らしい評価だったかなというふうに感じてました。ここもあれだね、オサの戦略が出たかな、人間味のところっていうか、2つなんか僕はいいなと思ったところがあって、うん、1つ目はこの成果を聞かれてるパートじゃん、うんうんうん、まずその前提を述べたこと、いやもともと入りは最悪だったんですっていう話じゃん、うんうん、
最初スタートはきつかったんですよってところをちゃんとアピールしながら、この成果がすごく、まあ、よく見えるっていうか、シンプルに3ヶ月後にいや仲間に帰るなって言われたんですよねっていう成果よりも全然印象違うじゃん。工夫が垣間見えたというか、これも当時から言ってた話かな。当時言えたかどうかはちょっと覚えてないんだけど、でもやっぱ商社で働いた身として全員がやっぱりこれを経験するっていうのを僕はもう知ってたから、海外に行った時にめちゃくちゃ現地の人たちにあしらわれるじゃないけど、お前本当に使えねえなみたいな感じで始まるのがスタンダードだと思っていて、そこからいかに組織に貢献したのかっていう、そこの再現性はおそらくめっちゃ評価されるなっていうのを、まあ、今知ってるからあれが言えたのかもしれない。なるほど、なるほど。これはこう道中で働いた長だからこそ出た言い回しかもしれないけど、個性としてはビジネスシーンでの再現性を意識しながら回答という意味では参考にしてほしい回答ではある。うん、そうだね、そうだね。ビジネスシーンの再現性っていうのは意識して面接官を聞いているので、こうやっぱり OB 訪問なりいろんなそう、ね、社員訪問とかを通じて現場で求められているリアルとか苦労とかをインプットした上で自分のエピソードを語ることができると、多分すごいポイントは高いよね。あともう一個がやっぱりいいなと思ったら、人間味のところね、苦労した話のなんか話し方とか表情とか人間味がうまいなと聞いてたっていうのが2点目ありがとうございます。次行きましょうか。はい、Excel をね、極めたということですけれども、具体的にどういうふうにしてExcelを、はい、どれぐらいの時間をかけたんですか。そうですね、インターン期間が始まった時から、本格的に夜通し勉強したっていうところなので、期間としては、およそ2ヶ月で、勉強の方法としては、動画を使ってですね、学習をしました。これまあ Excel に限らず何かね、一つの分野に極めてプロになっていくということって非常に大事だと思いますけれども、はい、実際まあそういうことですよね。 Excel で自分なりの価値を発揮して、はい、そういうことですよね。そうですね、はい。ここもあれだよね、How long でシンプルに結論ファーストで回答したってところ、はい、そうです。それ以外に何も考えてません。ここはもうこれでいいんだと思うんだよ、うんうんうん、次また行きます。英語の面はどうでした。そうですね、英語の面に関しても非常に飛躍的に伸びたなっていうのが正直なところ で、それはやはりこう組織の中でパフォーマンスを発揮しようと積極的にコミュニケーションを取ったことが一つの要因で、もう一つが先ほど申し上げた Excel の学習をする際に英語のリスニング力も同時に伸ばそうと思って英語の動画を見てたんですよね。でその2つが相まって、非常にこうオーラルスキルが伸びた、結果的に、インターンの場所、実際の現場でも、非常に役に立つような、ビジネス英語が身についたのかなというふうに考えてます。ここでなんかこうついにこう英語の話が出てきたっていう印象なんだけど、大津さんのこの留学時代のエピソードの英語を表に出すっていうよりは、まずはやっぱりその現場での前半に出した話っていうのを推したってことかな。これはそうですね、はい。なんかぶっちゃけそのハードスキルの評価ってちょっとした加点要素にしか過ぎないと思ってて、むしろこいつと一緒に働きたいと思うかって英語ができるかどうかじゃなくて、人間らしさだったり価値観だったりそういうものがこう好きなやつと働きたいのかなっていうふうに当時仮説として思ってたんで、そういう話し方をずっとしてましたね。そうだよね、やっぱり留学経験者ってよくも悪くも留学に頼ってしまって語学のとこをこう押しがち、留学を通じて TOEIC 900点を達成しましたとか、分かりやすい TOEIC っていう指標を学地下に持ってくる学生とかって多いんだけども、それでもちろん素晴らしいことでエピソードとして使えるんだけども、やっぱり実際に社会に出て働いた身からすると、やっぱりそのハードスキルの部分よりも国際環境というか全く違う環境で磨かれたソフトな人間性みたいなところがこうアピールされる内容の方が確かにこう一緒に働きたいとかそういったマインドにはなるよ。そうだね、だってぶっちゃけ留学行ったんだから英語なんてできて当たり前だろっていう話なわけじゃん、面接官からすると。しかもそれって TOEIC のスコア見たらもう ES 上でわかるから、本心として聞きたい内容はおそらくソフトの方なのかなと思ってああいう話し方をしてる。確かにこれは留学経験者は気をつけた方がいいね。 ES にかけるその TOEIC のところを実際の面接で落ちても加点にならないっていう。はい、次行きましょう。そうすると留学をする前と1年後の留学した後って、はい、かなり、まあ、スキル的にも精神的にも人間的にも、まあ、成長できたんじゃないかなと思いますけど、実際どうですか、はい、1年経ってから経ったと自分自身どう思います。まあ、まだまだ未熟なところだらけですけれども、やはりこうハードスキルそしてソフトスキル、まあ、どちらかというとまあ、英語力は上がって当然なんですけれども、後者のこう人間的なスキルですね、それこそこう日本人だけとしか関わってこなかった20年間から一気にですね、こう世界中に視野が広がった1年間でしたので、
その中でこう、うん、異文化じゃないですけど文化の違いを飛び越えて、垣根を越えて仲良くなるというところは、うん、今まで持ってなかったスキルだったんじゃないかなというふうに感じてましたね。今のところって最後のこうまとめっていうか、うん、結構その答えに幅があるというか学生に選択権があるのかなと思ってて、時はどういう考えでこういう回答をしたっていう流れなのか。すごくこう成長にフォーカスして質問がされるなっていう印象を受けたんですよ。要は成長の再現性を評価されてるんだなっていうことを意識して答えてたのと、かつその本質的にビジネスに大事になってくるスキルっていうのはソフトスキルなんですよっていうのをちゃんと理解してますっていうのをアピールするためにさっきのエピソードを盛り込んでた感じです。 OK です。はい、じゃあ次。大学の同級生はおそらくまあ留学もボランティアもしなければ2年先、ね、あの社会に出て働き始めると。で一方は佐根さんはトータルね2年休学したということですけど、はい、今振り返ってみると、はい、どっちがねやっぱり自分の将来のキャリアとか成長にとって、どっちの選択がね良かったと思いますか？そうですね、これは迷うことなく、当時の自分の決断を尊重したいと思ってます。まあ、つまり休学2年間の方が価値があったというふうに考えてます。うん、まあ、これはどうしても未来は変えられないと言いますか、社会人になってみないとわからないことだったり休学してみないとわからないこと、まあ、両方ともあるかなと思うんですけれども、まあ、私のモットーとして、自分の決断は信じ抜くというところがありますので、うん、そこは、はい、迷うことなく休学の価値があったと言い切れます。ここはそうだね、振り返ってみてシリーズなんだけども、うん、どういうこと？そうだね、これ話しながら探ってた感はすごいあったんだけど、なんか最終的に落ち着かせたのがモットーの話だったんで、中盤に近づいてきたからこそ自分ってこういう人間なんですよっていうのは再アピールしたって感じかな。なるほどね、うん、じゃあまた再開しましょう。それでは、一旦これで面接を終わりにしたいと思います。今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。はい、お疲れ様です。ありがとうございます。佐野さんに問い合わせてですね、この面接の結果を聞いてまいりました。ほう、おさないさん、はい、特集商事、はい、内定でございます。何やねんそれ。何の企画やねんそれ。ありがとうございます。おめでとうございます。それはどういった評価をされたんですか？私は、あ、そうですね、やっぱり、落ち着いて話してる点と、これがまあベース点として高かったっていうところと、うん、やっぱりエピソードの後は強度もありましたね。ちゃんと海外でのインターンの経験が濃かったっていうところ、あとはそのまあ2年留年してるわけじゃないですか。結構特徴的なキャリアというかそのまあ大学生活だけども、うん、そこの2年の留年の理由もしっかりちゃんと答えられていたところが、評価高かったみたいですね。面接ってさ、自分の人生の一側面しか切り取られなくて、伝えたいこともっとたくさんあるんだけど、6年も大学にいたからこそ。でもやっぱり最後の2年間の話しかしないでこの面接終わってるからさ、そこにしか興味がねえんだって思ったの逆に。実際の面接もね、ぶっちゃけほとんどそこばっか聞かれてたと思うよ、俺も。15分で時間も限られてるし、4年なり6年なり全体を通して見るっていうのは面接スタイルではなくて、やっぱり一つの出来事とか一つの学知化とかを結構深掘るっていう方が例として多いと思うから、それである方だと思うね、形としては。だから多分受け答えとしてパーフェクトだったかっていうと、ロジック的な点では多分5、60点、70点ぐらいしか取れないけど、むしろ相手に、あ、この子なんか良さそうな子だなって思わせるっていう意味ではそれなりの点は取ったんじゃないかなっていう印象の。でもウェブでこれだけ十分伝わってたらポイント高いよね。多分実際の面接だったらもっと伝わるんだろうし。ありがとうございます。立ち位置で多分一次面接に近いよね。学生生活の中心だし、志望動機とかあまりなかったし。そうだね、どっちかというと 1.5 次みたいな感じのイメージかな。まあ、要はこいつやばいやつじゃないなっていうのが判断されるのが一次面接っていう理解で、二次面接以降にこの子ちゃんと思考の深さ持ってるかなっていう印象ステージなのかなと思ってるんだけど、そういった意味ではまあ両方の側面見られたのかなと思って 1.5 っていう理解。確かに深掘りっていう意味では多分僕の面接の時よりも結構深掘りは多かったと思うんで OK です。はい、いわゆる長は右脳型って言葉を使いましたけど、そういった攻め方っていうのがこう伝わる面接だったんじゃないかなと思うんで、就活生の面接としては例えばそのすごいロジック型の僕の面接の形と右脳型の長の面接の形っていうのを2つ見比べてもらって、いいとこ取りできればそれが一番いいと思うし、自分の型っていうのがあると思うんで、そこはこう見極めながら参考にしてもらえばいいかなっていう気がしますね。そうだね、そうだね。多分僕の特徴的な回答の仕方としては、実際のセリフを用いるっていうエピソードトーク型の面接だったんで、そこをなんかちょっと意識すると僕みたいになるかもしれない。それは使えるよね。じゃあまあそんなとこでしょうかね。
そうだね、はい、こんな感じで我々不要不急の外出で、はい、Zoom でやっておりましたけれどもね、皆さんも就活頑張ってくださいというところで本日は、長々とありがとうございました。また次回お会いしましょう。 See you next time. Bye bye.